高山で。我一代を貫いて修行の道に生きてゆく明人人五郎。人五郎が初めて江戸へ出てきた時のお話でありまして、まだあまり世間に名前を知られておりません。日本橋の際に小金持ちという小さな餅屋があります。その餅屋の前へ人が黒山のように、人混みの後ろからのぶっと首を差し込んで、何かあったんすか、もし大勢人が集まってますが何かなんすか、なんすか、何かあったんすか、あんたどっか破けてんじゃないんすか、何か声が漏るような気がするね。あそこに餅屋があるでしょ、餅屋の餅を子供が盗みに行ったんで、それが見つかっちゃったんで、これから正気される、それをみんなが見ているわけなの。餅屋の餅を子供が盗みに行ったんすか、そうです。仕置きされるんですか、そうです。ここではよく見えませんから前へやってくれませんか、割に気のいい人だねお前さん。お前さん今来たんでしょう、今来たんならしょうがないからそこで声だけ聞いてんだね。前へやりません、やりませんか、やりません。じゃあしょうがないからここで声だけ聞いてるか、おい変わってくれよ、おい変なやつは脇来たよ、おい。餅屋の主が十二三になる子供の手をしっかりと握って、悪い子だ本当に、油断も隙もありゃしねえ、どこの子だおめえは、この子の親いねえか、この子の親、親がいなきゃこっちで仕置きしちまうぞ、この子の親いねえか、もしもし、この子の親いないかつってますね、あれが餅屋の主なんだ、あの子の親を探してるんだ。じゃああの子の親がおれば前へ行かなきゃいけないでしょうね。当たり前でしょ、ちょっと前へやってくれませんか、早く言いなさいそれを。おいおい、親らしいんだこの人が、前やったつくれ、いやその子の親らしいんだから前、あのね、かき分けて前行きなさい、かき分けて、かき分けて前行きなさい、人かき分けて一番前へ出てきた、ああ、ここはよく見える、おいおい芝居見てるんじゃないよ、よく見えると落ち着いてる場合じゃないでしょ、お前さんの子供が仕置きされるんだから、なんとか言ってやったらどうなん、誰の、誰のって、あの子お前さんの子でしょ、私は今江戸へ着いたばかり、うちもなければ女房も子もない、お前さん今あの子の親がおったら前へ行かなきゃいけないでしょうね、ちょっと前へやってくださいと言ったじゃない、言いました、餅屋さんがこの子の親いないかと言ってるから、あの子の親がおれば前へ行かなきゃいけないでしょうねと、でこれで話は切れてる、でちょっと前へやってくださいってのはこれは別口なん、おい変な言い方すんなよ、誰だって親だと思うじゃねえか、せっかく前へ出たんだから何とか言ってやんねえな、こんちは、あんた餅屋さん、え、餅屋です、でこの子が餅をいくつ盗んだんです、いえ盗みに来たんです、その手を掴んじゃったんです、
じゃあまだ盗んでない。そうそう、手を出したの。その手を掴んじゃった。じゃあこの子は餅を盗むよと言いながら手を出したんすか。あんたね、どこの人か知らないけどね、物を盗むのに盗むよと相談しながら手を出すバカはないでしょ。黙って出した。黙って出したのなら餅を盗みに手を出したのか、餅の上に止まっている灰を追いに手を出したのか、これはまだわからないわけだ。おい、変な仲裁だね。おいと、お前さん、この子の肩持つのか。肩持つわけじゃないが、身なりが身なり、貧しいうちのことすぐわかる。坊や、なんだって人様のものに手を出すの。大きくなって出世しなきゃならない。人のものを盗めば泥棒、生涯頭が上がらない。なぜお父っつぁんに銭もらってこない。お父っつぁん、仕事場で怪我してずっと寝てるんです。おお、そりゃいけないね。おっかさんがいるだろ。おっかさん、赤ん坊を産んでからずっと悪いんです。じゃあ誰が働いてる。おいらがご近所のお使いに行ってお礼にご飯をもらってくる。そのご飯をおかゆにしてみんなで食べてる。昨日一日お使いがなかったからご飯もらえなかった。朝から水ばかり飲んでる。お腹ペコペコ。おじさんたちがあまりうまそうに食べてるからつい手が出ちゃった。申しません、謝ってください。悪いと気がついてる。はい、申しません。気がつきゃいいな。気がつきゃいい。もうしなきゃいい。よしよし、おじさん謝ってあげる。餅屋さん、はい、この子の話聞いた。まあだいたいそことここですから声は聞こえてます。あんた子供ないの。おります。何人いる。当が頭に11人いる。え、何人。当が頭に11人。感情合わない、うん、年子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 で一番下が双子なんです。 だから当が頭に11人になる。それだけ子供あって我が子は憎いか可愛いか。我が子の憎い親はないでしょう。じゃあ人の子も可愛がって親に。この子に餅一つただやるとこの身代傾くか。大げさな言い方。言いたくなるじゃない。え、銭を払って餅を食べるお客様は当たり前のお客様でありがたくもなんともないんだよ。そうすかね。そうだよ。銭を払って餅食べる、これ当たり前なの。なものは取りようで、個々の餅は銭がなければ食べられないと知っていながら銭もないのに思わず知らず手が出るほど、ああうちの餅はうまいのかな。そんなバカな話ありません。この子に餅の一つも漂って今度からお金を持ってくるのだよと優しく頭をなぜてやりゃ、この子が帰って二親に餅屋のおじさん持ちくれて今度からお金を持ってくるのだよと頭をなでてくれたよと話をすれば病で寝ている二親が床の中から両の手合わせて拝む。
れさえよければ人はどうでもいいというあんたの気持ちが気に入らん。この子が餅を食べて俺が銭を払うとこの子何になる？どなたに銭をもらいましてもやはりお客様でございます。俺が銭を払ってもこの子お客様か？お客様。ああそう、餅持っといで。俺が銭払う、おじさんが銭払ってあげるから餅お上がり。食べるだけ食べて銭を払えば客だそうだから、客の手を掴んでこの子の親はいないか、この子の親はいないかと大きな声を出した因縁を聞かせてもらう。相手の返事の都合によってはただ置かない。おじさんこんなぼーっとした顔してるけどね、国にいるとき火付けが好きで、ちょっと話が気に入らなきゃ片っ端からパッパッパッ、あまり方々火をつけて己の家まで燃えちゃって、仕方がないから江戸へ出てきた変わり者。江戸へ出てきてまだ一度もつけてない。そろそろここらで初仕事。そばで聞いてた餅屋の主が驚いた。どうもおみそれいたしまして、いえ一皿や二皿ただ食べさせます。しつけの方だけはご勘弁願いたい。それでなくても江戸というところは気早いところですから、しつけだけは、いやいや銭払う、払います。払う道は払う、つける道はつける。どんどん持っといで、どんどん。さあお上がり、おじさんが銭払ってあげるから遠慮なくお上がり。え、何？おじさんが手をつけてくれないと決まりが悪い。おお、いざ食べるとなると行儀がいい。じゃあおじさん一つだけ付き合う。酒ならいくらでも付き合うけど甘いやつは苦手。じゃあ一つだけ。はい、さお上がり、どんどん持っといで。売り惜しみしなさん、どうせ燃えちゃうんだから。何？もう食べられない、もうお腹いっぱい、もういいの？なんだ、ミサラきゃ食べない、それでいいの？あ、そう。ミサラでいくら？え？30文。30文じゃ火がつけにくいね。じゃあ7皿土産に包んでやっとくれ。両方で100文になる。100文出しゃ気兼ねなしに火がつけられる。はいよ、さこれ持ってお帰り。お父っつぁんにもおっかさんにも食べさせておあげ。その代わり二度と人様のものに手を出すんじゃないよ。ああいい子だいい子だ、泣かなくてもいい。早くお帰り早くお帰り。ぐずぐずしてるとね、
やけどするよ。ね、早くお帰り、早い。はいはい、はいはい。見ろ、わずか百文のことで泣いて喜んで帰った。ねえ、人間というものはね、お互いに助けられ…人間というものはお互いに持ち屋様。気持ちが悪いね、急に。何です？人をかき分けて前へ出てくる間に財布すられた。あ、あ、あ、笑い事じゃありません。よく調べてください。よくありませんか？ないの？全然まるっきり金もないのに偉そうな口聞くなよ、こっちおめえ。さんざしつけしつけて人を脅かしやがる。それなら子供に黙って一つ盗ませた方が安くついたじゃん。土産まで持たせてやっちゃったじゃん。あんたの商売は何です？商売は何？彫刻物ができる？どうせろくなものはできやしねえんだろうけど。じゃあ百文の方にそこに薪があるから何でもいいからこさえていきなさい。やじんま連中の見ている前で大飲み、好み使い分け、ゴリゴリコツコツやりだした。江戸へ行ったら江戸一番になれるのか。まずいやつだとけなされて逃げて帰って一から修行のし直しかと。望み大きく江戸へ来て初仕事が百文の。持ち代になろうとは夢にも思っていなかった。1時間かかりましてこさえ上げますカニ1匹。これで勘弁してもらえる。何です、これは？え、カニ？これ、足の長いカニだね。俺はクモかと思ったよ。まあ、カニと言われりゃカニに見えますけどさ。チッ、子供でももう少し気の利いたカニこさえますよ。クモガニってのは初めて見た。あたしゃエビガニってのはあるよ。クモガニってのはないよ、本当に。お帰りなさい。百文貸しですよ。百文できたら取りに来さいよ、このクモガニ。それまで百文貸しときますから、お帰りなさい。帰ってくださいって。さんざしつけしつけで脅かし、波の花負け、波の花を本当にろくなもんじゃねえ、本当に。あんた方ゲラ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 笑ってるで。あんた方の中にあいつの財布を吸ったやつがいるんじゃないんですか？こっちは迷惑だよ、本当に。いや、同じカニでもね、もう少し気の利いたカニならね、まあ虫も収まりますけど、こんなクモかカニかわからねえようなものが百文の方かと思うと、な。
町屋の主が驚いた。キセルの首でカニの甲羅を叩いたら、木彫りのカニが斜めにガサガサ張ってゆく。やじま連中これを見て。おい餅屋、叩いただけで走るの？それ面白い。ちょっと叩かしてくる。え、面白い。ちょっ待ってください、待ってください。叩きたい、このカニ。叩きたい人は一皿食べてください。え、一皿食べた人には一叩きと、こういうことになってますから。え、いや、このカニ元がかかってんですか。え、あ、おっしゃダメ、おっしゃダメ。あの、おっしゃ、2列、2列、2列。2列に並んでください。割り込んじゃダメ。2列に、で2列に並んで日本橋から品川まで列を作る。甚五郎が有名になったのがそれから3年目。三代将軍家光に日本一の墨付きをいただいて一躍有名になりました。800野鳥、子供に至るまで甚五郎という名前を知っております。日本橋を通りかかって、あ、餅屋に借りがあったっけ、思い出してきますとずらーっと並んでおります。こんにちは。あ、恐れ入ります。後ろへ並んでいただきたいなって、あの後ろへ。餅を食べに来たんじゃない、借金払いに来た。手前ども貸し売りいたしておりません。忘れた。その蚊に置いてったものだが、カラスだね、まるで。思い出したかい。へい、思い出しました。その際いろいろお世話になりまして、なんと申し訳ございません。このカニのおかげでお客様がこんなに並んでおります。カニ様様でございます。これを持ってかれますと商売上がったりになります。恐れ入ります。こちらからおっしゃるだけのお宝差し上げますから、どうぞこのカニ置いてってもらいたい。カニがそんなに稼いでる。へい、カニ様様でございます。じゃあそのカニあんたにあげる。借りは借り、百文は払う。へえ、そんなことしていただいたら罰が当たります。罰が当たると思ったら、今度から近所の子供銭がなく、餅が欲しいと指をくわえて立った時、客の残した一切れでも笑ってやってもらいたい。人と友人持つもたれつだ。優しく言われて餅屋の主。へ、申し訳ございません。これから近所の子供はみんなただやることにいたし、どうぞカニだけ置いてっていただきますように。あんた泣いてんのね。ここで涙が出るようなら一人前だ。ま、子供は神様から預かったものだ。大事にしてやっとくれ。へ、恐れ入りますけどお名前をおっかせ願いたい。俺のか。へえ、飛騨高山の甚五郎。いや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 、なんだそれ。早速表、飛騨高山甚五郎を作る動くカニ、立て札を出した。今までどこの誰がこさえたかわからないのに、二列に並んで日本橋から品川まで続いたやつが、さて甚五郎の作とわかると五列になって日本橋から静岡まで列を作る甚五郎のカニであります。失礼を申し上げます。
の中を。泣くも笑うも金次第。金が敵と言うけれど、金で買えない人形が泣ければこの世は死の闇。将軍家台所子役人30票をいただきます。穴山小左衛門、年に30票いただいて奥さんと二人傘張りの内職をしながらどうにか食ったり食わなかったりという痩せ状態。昔は大晦日と申しまして、普通の月はやかましく言いませんが、もう大晦日だけは鬼の首を取るように借金取りが参ります。30両とまとまった金がなければこの晦日が越せません。困ったの。いや、どこへ行っても同じ挨拶でな、わしもこれから金の無心に出かけるところだという。困ったの。いずれも同じじゃの。お前に何か良い知恵はないか。あなた様にできませんお金が私にできるわけがござりません。なれども膝とも団子ということがあるではないか。あるように見えてないのが金だからの。差し出がましゅう存じますけれど。なんだ。あの松の様にお願い遊ばしたのでござりますか。あ、いいところへ気がついた。松の様忘れていた。これはよかった、うん、そうだ、松の様にお願いしよう。わしが行くのは決まりが悪い。お前は来て行くものがない。千助呼べ。千助、江戸へ出てきて日も浅い。土地の勝手は分かるまいけれども、まあ遅えれば行くであろう。呼べ、これ呼べ、早速漁師を持て、漁師を、早く早く早く。あんた用でございますか。信州上田の在前田村からご奉公に上がっております、田舎者の正直一徹、千助と申します。おお、その方お使いがちと人っ走り行ってもらいたい。はあ、おらさどこ行くでございますかな。芝口の三丁目にお旗本で三百石をいただかれる松の陸奥の神様とおっしゃる人のお屋敷がある。はあ、そうでございますか。三百石のご大身ではあるが、昔はわしと同じお台所子役人であった。字がうまいので抜擢されて右筆がかり。わしと兄弟分の杯をした間柄じゃ遠慮はいらん。穴山小左衛門の使者にござりますとこの手紙を渡す。よいか。帰りがけに重いものを持たせてくださる。江戸というところは生き馬の目でも引き抜くところ。必ず油断をしてはならん。いただいたものを懐へ入れて上から手で押さえて戻ってくるように。ああ、そうでございますか。おめえ様と兄弟分でございますか。穴山小左衛門の使者でございますと言えよがすか。それでよろしい。ところは芝口三丁目だぞ。はい、名前は何て言いましたっけね。松の陸奥の神様。ああ、そうだ。行く先はどこだったっけね。おい、大丈夫か。おい、芝口三丁目、松の陸奥の神様、忘れるのではないぞ。はちょっくら行ってメリアスで。田舎生まれのヤブグイス、江戸へ出てきてまだ三月。それでなくても人通りの激しいところ、まして年の暮れでお砂お砂の通行人。あ
足を踏まれて怒鳴られたり、突き飛ばされて叱られたり、頭ばっかり下げてるので日本橋まで来た時に行く先と先様の名前忘れて立ちようじよ。いいことしたぞ。なんつったっけね、ご主人様、芝口つったか巻口つったかな、芝か巻だ、割り木じゃなかんべ。ここで聞きゃ分かったろ。ごめんくだせー、ごめんくだせー。声かけたのが床屋さんであります。年の暮れ、もうごった返してます。はい、何かご用事？おながの行く先はどこでかんしょう。おいおい、しっかりしてくれよ、この年の暮れに。ずいぶんあっぱげなきゃあったね。お前さんの行く先は分かんないよ。この手紙見てもらえすぐに分かんねがんす。貸してもらえ、こっちへ。おお、なるほど、いい字だね。よく書いてあるよ、すごい字だよ。いい字だけれど、この字はね、俺が寺子屋を出てしまった後でできた字だ、この字は。ご隠居、ちょいとこれ見てやってくんねえな。茂雄あたりに来ていた立派なご隠居がどれどれ貸してみなさい。おお、松むつの神様、松むつの神様、むつの神ってと聞いたことがあるが、これはケツジだな。何です隠居、ケツジってな。自分より目上の人に出すお便りは頭文字の次の字を抜く、それが一つの礼式になっている。お大名お旗本で流行っているんだな。ほう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 、じゃあ分かりませんね。いやいや、字を当てはめりゃ分かる。松本むつの神ってのはないな。松岡むつの神ってのもないな。松平む、ああそうか、松平様か。これこれ、お使いの衆や。ひひ、先様はご大身じゃないか。へへ、おらがの主人は貧乏でごでやすが、先様はご大身だそうでごでやして。では松平様だ。これは芝だよ。へ、芝だよ。あ、おらがの主人も芝とか芝口とか言いやした。ああそうか、じゃあそこだ、芝の新鮮だというところだ。門河原を見ていってもすぐにわかる、竹にふくらすずめの御城門がついてる。そこ行ってこの手紙を渡しなさい。ありがとうございました。千助の行く先は旗本三百石、松の持つの神。床屋で隠居が教えたのは銀山金山金火山、小金花咲く仙台で高が六十二万石五十四軍の旗頭、伊達衆松平むつの神。話しゃ間違うもで、分でかばちもね、金持ちだこりゃ。門番が立ったよこりゃ。ごめんくだせ、ごめんくだせ。何やすじゃ。ちょっくらものおかげやすが。うん、松平様の屋敷役者でやすかな。何、松平さん。松平家は当家である。ああそうでございますか。裏穴山小杖門の使者でございます。ほう、穴山小杖門の使者でございます。伊達様の御門前で使者だと言いました。御門番が驚きました。回す玄関まで参りますと、お使者のお入り。触れ込む声に使者受けで800石いただく渡辺二郎左衛門、剣譜にまかれ、お玄関までお出迎え。
お医者様には即走り行く。まず死者のまとわないをされる。死者受け渡辺二郎左衛門めにござります。伊豆方様のお使者にござりましょうや。はっ、これ穴山小左衛門の使者でございます。穴山小左衛門殿、おめえ様知らねえかね。おらがご主人とおめえ様のご主人兄弟分だがね。ほこれはこれは失礼いたしました。してお使者の趣は。この手紙渡してくらっせ、返事もらって帰るでございます。しばらくご猶予。兄弟分と言ったからお大名である。大名武官を調べてみたが、穴山小左衛門の子ってな大名がありません。お旗本かもわからない。直参武官を調べてみると、将軍家台所子役人30票、穴山子、あ、これだ。はあ、ご主人偉い方と兄弟分になられたな。渡辺か、何事ぞ。ただいまお使者のお入りにござります。使者か、いずれの使者ぞ。は、穴山小左衛門殿からのお使者にござります。穴山小左衛門とはいずれの大名じゃ。おじきさんにござります。旗本か、苦しゅうない。使者のお守り申してみよ。ご書面にござります。封書か、あ、持て。あ、あ、日頃仲の悪い旗本が喧嘩でも売りに来たのかと好奇心に駆られて受け取られた。表書きに松陸奥の神様決意が使ってあります。敬われて悪い気持ちはしません。裏へ返して穴山小左衛門小首をかしめながら開封を遊ばしました。中を読まれて驚かれた。62万石の大名に今年の晦日が越せないから30両貸してくれと書いてある。渡辺よ、はこれは無心状じゃ。ほっ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 、よ、よい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 。江戸詰め大名数ある中、大名の中の大名と見込んでの無心であろう。聞き届けてさせ。書面には30両としたためある。伊達少将に30両とはことが小さい。これは十と千との書き誤り、3000両であろうの。よろしくようにお願い申し上げます。穴山とやら一生一代伊達家続く限り年に込め3000票ずつ密にやると答えてやる。相手も天下の直参で、金で渡せば失礼になる。使いの者は丁重に振る舞え。お待たせいたしました。江戸詰め大名数ある中、大名の中の大名と見込まれてのご無心、まさに承知。あとより使者をもってご検討をつかまつります。何はなくともささいこ。絵から抜け出たような綺麗なお女中がずらっと並べる三階珍味。食べたの、食べたの。いくら食べても食べきれません。余った魚もったいねえからね、重箱借りてもらっていくべって。ひどいやつで。待たせても待つ身になるな、お気の立つ。どうして戻ってこないのかと、ハラハラしながら待っている。まいざけの千鳥足、お下げの胸、下げの胸のご意見なれど。やいや、おい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 、鼻歌で戻ってきたぞ。さっきさまで御所が出たのかの。千助、待ちかねていた。大義であった。それは切りました。
佐久様で御酒が出たのか。のめ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 。お返事はいただいてきたか。江戸詰め大名が何とかで後から返事するってやしたぞ。話が合わんぞ。下げているものは何だ。余ったさやかな持ってねえからね、重箱借りてもらってきたでございます。こちらへ貸せ。なんと泣く胸騒ぎ、風呂敷包みの中を見て驚いた。驚きました、もう無理じゃない。金高な消えで竹にスズメの門戸ころ そじゃ伊達家行ったのか。いかがいたせばよかろうと、思案最中駒のいいなな菊津あの音。先がけやっこが表から伊達家の使者と触れ込みます。慌てた小左衛門、お使者様にはそこ端じか、貧し者の間という痛いが、貧し者の間も次の間も三畳と六畳の二間っきり出した布団を見たなれば、綿がちぎれて合わせになったところもあり、タバコの吸い殻落としたので一重になったところもある。これ一枚で春夏秋冬かけめぐる、これがまことの式部とん。江戸詰め大名、数ある中大名の中の大名と見込まれてのご無心、まさに承知。御身一生一代、伊達家続く限り年に米三千万。しばらくしばらく、その義につきいかがいたせばよかろうかと思案の最中、あれは使いの者の間違いにして旗本松野を陸奥の神様のお屋敷へやりましたものを、伊達様へご迷惑、何ともお詫びのいたしようござりません。お帰りになりましてよろしく。御前提おとりなし。穴山さん、そりゃ困ります。使者受けで800石をいただく渡辺次郎左衛門、今のは使いの間違いでありましたといかに御前提が潰れましょうや。間違われたのはそちらの手落ち、お受け取り願いたい。しかし天下直参といたしまして、戸様大名のお情け受けられません。何、天下直参ゆえ戸様大名の情け受けられんと言われた。武士は食わねど高用事、お土産もおしたお心がけ、渡辺不徳のいたすところ、殿へ申し訳、この場において切腹。しばらくしばらくお待ち願いたい。死んで武士道が立つものなればそれがしが腹を切ります。もらうが実か、事態がまことか、腹をば切って死ぬのが武士か、お指図賜る間しばらくそのままお待ちくださるよう。顔色変えて表に出ました、渡辺の乗ってきた小松内であります。しばらくこの駒拝借、ひらりとまたがりしとむちくれる。土煙あげて駆け出す小川千代、ほどなく来かかる丸の内、鶴が舞い込む千代城。さっき駒止めました。大玄関式台でお下がり大名あったなら、お指図受けよと待ちかねます。関宿の主で久世大和の神を下がりになる。お願いのぼれでございます。お願い
驚くではないか。何やすじゃ。何、将軍家台所小役人三十票穴山小左衛門。それが何だ。はっはっ、かくしかじか伊達様より三千票の名付け受けるが実か、事態がまことか、腹をば切って死ぬのが武士か。何とぞ何とぞお指図賜り、当存に立てまつります。しかり薄毛の目、ここをどこと心よる。徳川公儀を玄関もはばかりなく、何たる私事。腹でも切って死ね。死下がる大和の長ばかまん、目で見送って小左衛門。腹を切るのであれば、当てつけにここで腹を切ってやろう。諸肌を脱ごうとしましたときに、三種吉田七万石、松平伊豆の神様を下がりになる。お願いのものにござります。うんうん、ほほほ、珍しい間違いじゃの。62万石の大名と300石の旗本と間違ったか。相手が伊達家だけにの伊豆一両県で差しずなりかねる。捨てておいたらそちゃ腹を切るな。ほっはっ、しわやすし、誠意はえがたし。残じまて、将軍家まだ御座所におわすであろう。お指しぞ賜ろう。ことが大きくなると、どこまで大きくなるか分かりません。たった一時の間違いが四代将軍のお指しぞを受けることになりました。四代将軍のことを師と呼んで創世様と申し上げる。どんな騒動が起こっても自分からお指しぞをなさいません。どうすればよいとご相談になる。御老中が相談した上で、上様、かくすれば八方が無事に収まるかと心得ますが、そうせい、何事でもそうせい、そうせい様と申し上げる。今下がった伊豆の神がまた上がってまいりました。伊豆、何事ぞ。へえへえ、大玄関まで下がりましたるところ、かくしかじかいかが取り計らいましょうや。伊達家より世の家来に三千票くれるというか。よい、そちゃどう思う。は、下船で申すことわざに、貧ほどつらき者が泣きかのようにござります。貧というのはつらいかの。措置なれば何と裁く。伊達家の親切、無にするも礼にかけること。いただく道はいただかせておき、改めて上様からご返礼遊ばしてはと、創世心得ました。伊豆の神の持っていきようがよか。玄関で腹を切るのか、三千票をいただくのか、あまりにそうやりすぎる。まだかまだかとつる首伸ばす穴山小左衛門。下がってくる伊豆の神、待ちかねたか。もらってよいぞ。あまりの嬉しさはと泣くと、
3000票いただけたから泣いたにあらず。身分よし直参の命あわれとぼしめし、わざわざ将軍様のお指図を受けてくださる伊豆の神の熱い情けに泣きました。年が改まります。江戸詰大名総都城新年のご挨拶、その席で伊達家を近くへ招かれて、昨年の暮れ世の家来に3000俵米の情けをかけてくれた、二度と火曜を間違いの起こらぬよう、陸奥守は伊達家のみにとどめ置こう。伊達様にとれば20万石のご加増より名誉。早速お上屋敷へお帰りになりますと、3日間無礼行。江戸詰大名正代遊ばして陸奥守のご披露を遊ばす。この時一番上座に呼ばれたのが穴山小左衛門、2番目に招かれたのが下僕の千助、3番目に招かれたのが旗本松の陸奥守。陸奥守を将軍家にお返しいたしました。河内の神と改めます。戦国のご加増をいただき、大阪西町奉行に命ぜられます。義士の外伝天の屋利平の調べをして、天下三名奉行の一人、松の河内の神と出世をいたします。あまた大名を下座に据えて陸奥のご披露をあさます。下僕の千助は3000両の花紙料までいただきます。情けは人のためならず、回り回って己のため、題してこれが陸奥間違い。おめでたいお話でございます。